今日もお疲れ様です。年齢とともに垂れ下がり気味な目を引き上げ、目を大きく開くマッサージと目周りのトレーニングです。最初は頭皮から緩めていきます。頭の中央を生え際から後頭部、首の方まで指の腹を使って頭皮を動かすように移動していきます。こするのではなく、頭皮をずらすように動かしていきます。少しずつずらしながら後頭部の方まで行きます。休憩です。次は側頭部から後頭部にかけて同じように緩めていきます。力のかけ方は軽く後ろに引っ張り、力を抜いてを繰り返す感じです。後ろには引っ張りますが、前には引っ張ってこないようにしましょう。逆にたるむ方向に力を入れてしまいます。あくまでも上にアップ。休憩です。次は耳の周りに指を当て、同じように動かしていきます。耳の周りは顔の下部分の引き上げにも関係をするので、耳から後頭部まで距離が短いですが、その分しっかりと緩めてあげましょう。休憩です。次は耳の後ろのリンパをほぐします。耳の後ろ、顎の骨の付け根の境界にくぼみがあると思います。そこに下から親指を差し込みプッシュします。ここはリンパの出口であり、ここを押すことで顔のむくみを取るのにとても効果があります。しっかりと緩めてむくみを取っていきましょう。休憩です。次は手をグーにして生え際を緩めていきます。おでこの生え際にグーの手を押し当て、中央から耳の前までゆるゆると動かして緩めていきます。頭皮と顔の筋肉はつながっているので、一旦ここでリセットするつもりでしっかりと緩めていきます。
休憩です。次はおでこ、眉毛の筋肉のリセットです。グーにした手を眉毛の上にセットし、ゆるゆると揺らしておでこ、眉毛周りの筋肉を緩めます。いつも眉間にシワ、おでこに力が入っている人はゆっくり深く呼吸しながら緩めていきましょう。一旦すべてリセットします。休憩です。次はこめかみの少し上にグーをセットして揺らして緩めます。ここは頸頸骨という骨で、目の周りの疲れ、自律神経にとても関係しています。ここを緩めることで顔の非対称も整ってくるそうです。しっかりと緩めていきましょう。休憩です。次からは目の周りのツボをしていきます。目頭の内側のやや上にあるくぼみに親指をセットしプッシュしていきます。目頭と眉毛の間、ちょうど指が1本入る隙間があると思います。下から親指を入れて上向きにプッシュしましょう。目の疲れを取り、血流を良くするツボです。親指をセットするときに思わず指で目を刺さないように、それだけは注意してください。現代社会では目を酷使し、ストレスで眉間にシワ、おでこに常に力が入ってしまいます。気持ちよくツボを押し、力みを解放してあげましょう。休憩です。続いて目頭の内側のツボをグーにした人差し指の横を添えて、頬骨の付け根までを軽くプッシュします。このツボも血流アップ、眼精疲労に効果抜群です。私はここがすごく痛いポイントなので、点ではなく線で押しています。目の周りの筋肉が力んで固まると顔の下垂にもつながってきます。目周りの力を抜いてあげることは、目を大きく開けるためだけではなく、顔全体のリフトアップにもつながってきますよ。休憩です。目周りをしっかりと緩めたところで、最後にトレーニングです。目の横を指4本で押さえ、ゆっくりと目を細めます。手で押さえているので簡単には閉じられない感じがあれば OK です。ゆっくりと目を閉じようとします。パチパチと早く動かすのではなく、じっくりゆっくりと動かします。手で押さえることで負荷をかけているので、目の周りの筋肉を鍛えていることになります。眉間やおでこには力を入れず、シワにならないように注意しましょう。
お疲れ様でした。やる前より目が軽く開くようになってませんか？いつまでも大きくキラキラした目元でいられるように一緒にやってみてください。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。